どうも、ミステリーハンターの与論島出身川端明でございます。5月22日先行配信されておりますこのダイナミック琉球プロモーション活動のためにここうるま市の発電場にやってまいりました。この発電場というのはダイナミック琉球の琉球のオリジナルであります生間明さんのミュージックビデオを撮った場所で、なぜこの場所で撮ったかというと、歌詞を書いた平田さんのそのですね、キムタカの雨割り、要はここの城主である雨割りを舞台にしている、曲だからでございます。まあプロモーションといいましてもですね、まあ今回一番最初でございます。だから第1回は絶対に、まあ、いろんな城に行ってこのダイナミック琉球を宣伝するというね、そういう活動をですね、地道にやっていこうと思っておりまして来ました。素晴らしい景色です。見てください、この城、もう眼下には海が広がっております。昔の方はやっぱりここに立って、その当時の雨割りは何を思ったんでしょうか。まあ、多分人々の暮らし、民の暮らしをですね、思ってこの城で暮らしていたんだと思います。またですね、そういった歴史に興味ある方はぜひ、発電場のホームページで検索していただきますとね、私が言ってるよりも全然わかると思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、ちょっと長くなりますけども、もう一個言いたいのは、ここは琉球がまとまる前の要は古琉球だったということですね。首里城の前にいろんな城があって、そこで豪族たちが、ね、我勝ち時をあげんという下克上の時代があったわけです。だから今の状況は、自分がどんな状況であれ、その当時の豪族たちは絶対この沖縄のために、琉球のために自分が一番になってやるんだという、そういうキムタカ、キムタカというのは肝が高い、要は誇りがあるということでございます。ダイナミック琉球もこの誇り高きキムタカをテーマにしておりますので、ぜひ熱い音楽とそして歌詞の世界も堪能してください。以上、川端明でした。次はどこのグスクに行こうか。